おお、来たな、桐生。いいか、これからまた場所を変えるぜ。もう準備はできてるんだよな。ああ、準備はできてる。よし、じゃあ行くか。お前、佐山とはいつぶりだ？俺が沖縄に移住して以来だな。だから15年ぶりじゃ済まないか。佐山薫、出会ったのは確か2006年。もう17年前になるか。当時は府警の捜査四課、泣く子も黙る丸坊のエースだった。俺たちは登場会に関わるある事件をきっかけに出会った。そして、時限爆弾のカウントダウンが響く中、最後の一瞬を共にしようと決めた女だ。15年か、そんなになるか。そこまでじゃねえが、俺も会うのは久方ぶりだ。仕事でこっち来たから、お話でも聞かせてくれませんかってお誘いでな。これでも俺結構尊敬されてんだぜ。急になんだよ。自慢する相手がいなくてよ。15年以上ぶりとはいえ佐山だからな。遠目からでもお前に気づかないとも限らねえ。注意しろよ。どうだかな、すっかり忘れちまってるんじゃねえのか。バーカ、ほれこれ使え。捜査の時に使う無線イヤホンとマイクだ。特別に貸してやる。これで会話が拾えるし、そっちから何か言ってくれれば俺に聞こえる。さあ行こうぜ。相変わらず忙しそうだな。こっちにはいつまでいるんだ？あさってにはもう。民生さんは元気にしてるのか？ええ、ママったらまだ毎晩お店に立ってて、私より元気かも。いいじゃねえか、今のうちに親孝行しとけ。ですね。それにしてもずいぶんご無沙汰してました。6、7年ぶりですよね。カズマの訃報を連絡いただいたのが多分最後。あの時は驚かせちまって悪かったな。いいえ、遅かれ早かれ耳に入ったでしょうから。あの人警察じゃ超のつく有名人だし。まあ大事件には必ずと言っていいほど名前が出てくるからな。そっちにもいるか、桐生一馬黒幕論者。います、います。桐生一馬はまだ生きていて、今も影から社会をコントロールしているなんて人までいますよ。そんなことを警察官が言ってるんですよ。バカみたい。まあそれだけ存在感が強烈だった。直接関わってない奴ほどあいつを伝説化しちまうのも無理はねえ。ですね。でもあの人が死んだっていうのは私もまだ実感ないんです。あんなタフな人逆にどうやったら死ぬのって、そんな場面ばっかり見てきたから。そうだな、あいつのしぶとさは全く筋金入りだ。本当に。まだまだ仕事一筋か？ええ。少年課に異動したんだってな。聞いた時は驚いた。ですよね。どんなキャリアパスなのって。志願してのことなんだよな。
何か理由があるのか。はい、実は大解散がきっかけなんです。大解散が？はい、大解散の後、堂島大吾たちが関西で警備会社を立ち上げましたよね。元坊たちの受け皿を作るために。ああ、カズマが生きてたら多分彼らに手を貸してたんじゃないかなって思ったんです。あの人は古いヤクザの象徴みたいなものだから、ヤクザの後始末にきっと強い責任感を感じていたんじゃないかって。うん、彼らが後始末をするなら私が警察官としてやれることは予防なんじゃないか、ふとそう思ったんです。若い奴らがヤクザや半グレに落ちないようにする予防だな。それで少年課か。はい、思っていた以上に大変ですけど、やりがいありますよ。それがお前なりの桐生とのつながり方なんだな。かっこつけて言うとそういうことですね。だから今は警察官としての新しい夢を追いかけてる最中なんです。だからそっちに全力で行きたいっていう気持ちなんですけど、どこかでまだあの人を待ってるのかも。うん、一途でいい女だと思いません？うん、あのな、狭山、実はいいんだ、伊達さん。うん、いいんだ。うん、どうしたんですか？いや、まったくだ。ほんと、あいつにゃもったいねえ。ありがとな、伊達さん。俺は思ったよりも過保問だったらしい。まったくだ、この色男が。狭山には本当に伝えなくてよかったのか？ああ、何にせよあいつが警察官としての夢を追う以上、俺はいない方がいい。東条会四代目の辛いところか。けどよ、桐生。うん？何度でも言うぜ、お前はもっと自分勝手に生きていい。惚れた女ならがむしゃらにしがみついていいんだ。見てるこっちがやきもきしやがる。離婚経験者の言うことは説得力が違うな。お前そういうことを言うか？悪い、冗談だ。ありがとうな、伊達さん。容赦ねえな。でもいい傾向だ。そうそう、そうやって好き勝手やってけ。お前にはそれを受け止めてくれる奴らが大勢いるんだ。それを忘れんなよ。ああ、
くらでも戦えるわ。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。いつ食っても牛丼はうめえな。超特盛りでもペロッと食えちまう。うまい安い早いってな。俺も昔から世話になりっぱなしだ。おなじみのキャッチコピーだけど、3つ全部達成するのって大変よね。だな。それをしっかり体現してる名コピーだ。俺にもそういうの欲しいな。例えば？早い、強い、すごいとか。最後適当になってない？あと早いって何が？足とか。足速いとモテそうだろ。足速くてモテるのは小学生までよ。てか、なんちゃんが走るの速いイメージってそんなにないんだけど。まあ実際早くもねえしな。じゃあ却下。ちなみに桐生さんだったら？強い、渋い、エモい。なんでお前は最後いつも適当になるんだ？なんだエモいとは。心打たれるみたいな時に使われる若者言葉ね。エモーショナルのことだと思うけど。ああそういう意味だったのか。お前は知っとけ。ちなみにこのうまい、安い、早いは時代によって順番が違うらしいよ。昔は店に入って体感する順番で早い、うまい、安いだったけど、その後うまいをもっと追求して順番を変えてうまい、早い、安いになった時期もあったとか。へえ、そうなんだ。ちゃんと時流に合わせてるのね。すごいな。ああ、エモいぜ。早速使いこなしてる。ごちそうさま。ありがとうございました。お、かわいい犬だね。いつか飼ってみたいよ。俺大きい犬を飼うのが夢だったんだよね。俺も犬の世話はしたことあるが、なかなか楽しいもんだぜ。雨だろうが嵐だろうが関係なく散歩をせがまれたもんだ。
そういうのを含めてお世話よね。私も何か買いたいな。そういえば先日ペットショップで大きなハムスターのような子を見てな。あまりの愛らしさに連れて帰るところだった。大きなハムスター？ああ、何だったかな。ちん、ちん。チンチラか？そうだ、チンチラだ。あのつぶらな瞳が忘れられん。私はモルモットとかいいな。なんちゃんはペットとか飼いたい？いや、俺はホームレスの頃カラスや猫と共に生活してたようなもんだったからな。動物を見るとね、良きライバルみたいな気持ちになっちまうんだよ。だから飼いたいとかは今はねえな。むしろ勝つみたいな。ああ、そう。じゃあ俺が犬飼ったら難波君と戦わせてみよう。やめなさいよ。俺は勝つ。ちゃん、ちゃんと栄養あるもの食べてる？なんだよ急に。母ちゃんみたいなこと言い出して。野菜とか意識して食べてるイメージないじゃん。イメージで語るんじゃねえよ。まあ否定はしねえけど。ほら、考えてみたらホームレスやってた頃の方が草食べてたし意識高かったかもな。切なくなること言わないで。なんてな。大丈夫だよ、ちゃんと気使ってっからさ。え、そうなの？なんとな、1日分の野菜を取れるジュースを1日3本飲んでんだ。どうだ、すごいだろ。栄養が溢れてんだぜ。それでドヤ顔できる神経はすごい。今度野菜炒め定食作ってあげるよ。え、あれ、俺なんか哀れまれてる？何でもできそう。宝くじ。いや、綺麗なお姉ちゃんたちも来てるじゃねえか。ああ、こりゃもうたまんなくなっちまうな。連中、そのお姉ちゃんの一人がコミジルの女王ってこと知らねえんだろうな。無知ってのは怖いもんだよ。キリュウさん、沢城が見当たらないようだ。倉庫の中ってことなんじゃない？俺たちは沢城が出てくるまで前に進み続けるだけだ。邪魔する奴には消えてってもらう。おい、なんだお前ら、ずいぶん涼しい顔しやがって。なめてんのかこら、マジでぶっ殺されてえのか。来る気があんならさっさとかかってこい。お前らとは口を聞くだけ時間の無駄なんでな。なんだとこら。覚悟してよね。調子がいいぞ、私は。仕留める。しつけの時間。調子出てきたぞ。おいおい、任せて。来やがれ。サポートする。任せて。ここは任せて。やるか、さっさと来い。かますぜ。
力の差を見せ。消えろ。手加減はなしだ。容赦しないぞ。やる。脇が甘いな。しつけの時間。調子出てきたぞ。おいおら。目覚まれた。おら来い。逃がしゃしねえぜ。こっち見ろよ。終わらせる。強くなれるとはな。大人の渋みが出てきたぜ。いい感じ。まだまだ強くなれそうだ。やり直すためにここへ来たんじゃなかったのか。それともハワイへ行くから日本でのことは全部チャラか。組の命令で振るった暴力は脳幹か。そんな覚悟でいりゃどこに行ったって裏社会から抜けられやしねえ。本気で人生立て直したいと思ってんなら少しはてめえの頭で考えろ。私はあの人ほど優しくはない。立てついてきた奴にはきっちりけじめをつけさせる。それがコミジュルの流儀だ。うわ痛そう。たまに本性が前面に出てくるんだよね、ソンヒって。表の連中は全滅ですか。ああ奴らしばらく使い物になんねえはずだ。少しは休みをくれてやるんだな。心配は無用です。代わりの人間は吐いて捨てるほどいますんで。大概算で行き場をなくした極道崩れがね。連中を食い物にするためにお前らは第二次大解散なんてお題目を唱えてんのか。あいつらにとっちゃやっと差し込んできた希望の光だったはずだ。ふん、そうですね。そういやこんなことを言ってる奴がいましたよ。
仇の世界は全く自由がなく、まるで無所のようだったと。元ヤクザがいつ何をしでかすか常に監視されてるようなもんだったんでしょう。ですが面白いのはこっからです。ここでは常時100人近い組員が作業をするんですが、管理者は1人以下で済むんですよ。それができるのも倉庫の構造にありましてね。この監視塔を見てください。中に管理者がいるかさえ外からは見えません。管理される側はいつ見られているかわからないので、作業の手を抜けなくなるわけです。パノプティクンという構造ですが、これが何のために考案されたかわかりますか？無所の監視だ。ご名答です。無所のような社会から逃れてきたはずの元ヤクザたちは、結局少しだけマシな牢獄に来るだけのことだった。お前らは何のために連中を集めてる？なんでハワイへ送り込む必要がある？救ってやるためにですよ。海老名がそう言ってんのか？もしそんな上っ面の話しかされてねえんなら、お前もいずれ使い捨てられる運命だ。口には気をつけた方がいいですよ。彼らは清流会の中でも武闘派です。海老名さんへの忠誠心も熱い。命令を受ければ殺しも厭わない。命令がなくても組の敵は躊躇なく殺す覚悟がある。今時の極道にしちゃ珍しいな。だが口で言うだけなら何とでも言える。そんな奴ら腐るほど見てきた。来い、本物の武闘派ってのがどんなもんか俺の拳で味わわせてやる。製のステッキか。珍しい獲物を使いやがった。扱う武器が一つとは限らねえ。気を引き締めていかねえと。手加減はなしだ。うん。
さすが、伊達じゃねえな。いい加減、終わりにしましょうか。まとめて片付けるか。あらら、何も持たないでどうするんだろうね。何か嫌な気配はする。慎重に出方を見よう。さっさと来い。おう、やるのかよ。どこ見てんの？調子出てきたぞ。覚悟できてる。よく覚えろ。恥かいても知らないから。逃がしゃしねえぜ。かかってきなよ。もうギブアップ？おう、どうした？恥かいても知らないから。よく吠えるね。どこ見てんの？手加減はなしだ。終わらせる。結構調子いいかも。キラキラしてんじゃねえよ。見せてあげる。うん、強力スチーム。そう、くたばっちゃってませんかね。かますぜ。覚悟できてる。もうギブアップ。相手してやる。バシッと決めるぜ。狙っちゃおうかな。かかってきなよ。なんだよ。ご注文受けたまわりました。ふっ、あたた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 た、ふっ、中華料理は火力が命。ふっ、お塩少々。ふっ、一丁あげる。
見たか、俺の活躍。人生これ成長ってな。見とれないでよね。またいい男になっちゃった。格が上がったね。素直に喜んでおくか。まだまだ強くなれそうだ。やった、あの沢城をぶっ倒してやった。さすが桐生さん。俺をここから連れ出してください。奴らの前じゃ何も話せねえ。うわっ、よせ、俺をどうする気だ。監視の目から逃れたい。このまま海に放り込んでください。そこまでやる必要があるのか。後で一の家に。俺もすぐ向かいます。え、あれ、キリュウさん、ちょっと、何もそこまで。もうここに用はねえ。次は海老名だ。やっぱ面白えわあの人。いや、まさか、いつもスカしてた沢城があんな声上げて海に落とされるなんてよ。ちょっと衝撃的だよね。なるほど。それじゃあ海に落としたのも沢城と示し合わせてたわけですか。ああ、この後春日の部屋で待ち合わせてる。桐生さんは沢城を信用することにしたんですね。信用できるか見極めるために話すんだ。何にしてもあいつはお忍びで来るわけだからな。それなりに変装してくると思うぜ。へえ、ちょっと楽しみかも。パネルか、映画の宣伝のやつか。子供の頃旅行行った時とかよくこれで写真撮ったな。俺らもパネルで撮ってみる。いい記念になるよ。やらねえよ。大体何の記念だよ。それによ、これ片方子供用だからハマったら抜けなくなるぞ。俺は小顔だから大丈夫。言ってろ。でもよ、マジで抜けなくなったらこのまま生活するしかねえのかな。そりゃ困るな。寝返りを打てなくなっちまうぜ。もっと他に困りポイントがあると思う。いつ見てもこのハンバーガーでかいよな。まあ恐竜と渡り合えるくらいだしね。実際このハンバーガーくらいある巨大カボチャならハロウィンで見たな。あれ、食べられるらしいけど、あんまり美味しくないみたいね。もともと、牛とか動物が食べるようだったみたいだし。じゃあこの恐竜もいつか追いかけるかもな。確かに。いや、こいつ肉食なんじゃないか。現にハンバーガーを追いかけている。おお。だが待て、このハンバーガーにはトマトやレタスも入っている。雑食なんじゃないのか。くぅ、気になってきたぜ。この恐竜は一体何を食いたいんだ。
君らは一体何の話をしてんのさ。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。しろ、あんたその子いらねえことは何も言うな。こっちもそう時間があるわけじゃねえ。分かってる。だがまずはお前の立ち位置をはっきりさせてくれ。お前にとって海老名は何なんだ。極道の第二次大解散を持ちかけてきた荒川真澄の意志を継ぐ男です。我々もそう見ていた。だが実際のところについてはあんたももう気づいてるはずだ。ああ、やつが歌う第二次大解散は清流会に人を集めるためのデマ傘だが、俺がそれに気づいたのは意志をハワイに送り出した後だった。そんな偶然ある。俺も同意見だ。だがこいつならもう少しマシな嘘を用意しておくだろうな。確かに日頃の行いの悪さが幸いする珍しいケースだね。春日がハワイへ送り込まれたのは茜さんをおびき出す餌にするためだった。蛇野はそれをブライスのためにやっていた。そうだな。お察しの通りです。だったらなんであんたは海老名とつるみ続けてんだ。知ってんのか、あいつらのせいで茜さんはずっとハワイを逃げ回ってたんだ。荒川真澄の愛した人なんだろ。ああ、だが今のハワイには位置がいる。あいつがいれば茜さんは大丈夫だ。
ずいぶん高く買っているんだね、春日君のこと。かもな。だから俺はこっちで俺にしかできないことをやる。それって何のこと？海老名が人寄せの出しにした第二次大解散をそっくりいただいて俺が実現させるんだ。え？ただしそのためには海老名の本当の目的を知る必要がある。本当の目的？やつがパレガノと組んでるゴミの保管ビジネスってのはどうやらその先に原発が絡んでいます。原発から出る核のゴミってやつが。何？原発って原子力発電？ああ、核兵器に転用できる使用済み燃料棒はゴミっつっても管理は厳重だ。万が一にも流出しないように世界中が目を光らせてる。一方、放射能で汚染された土壌に水、コンクリート、使い捨てられた防護服、そっちは低レベル放射性廃棄物と言われるものの出る量は無尽蔵だ。その何百年と放射能を撒き散らす厄介なゴミを、特に廃炉中の原発を抱えた日本は大量に吐き出し続けている。そんなのが最終的な捨て場所もなく一時的に貯蔵つって棚上げにされてるわけだ。そういえば時々ニュースなんかで聞くよね、原発のゴミ処理場を作ろうにも地元の人たちに反対されてどこにも作れないって。だからパレカナはそこに目をつけた。もう20年以上前から数カ国の核のゴミを自分たちの島で引き受けてる。島の名前はネレ島のことか。パレカナの信者にとっては選ばれた者だけが立ち入ることを許される楽園。ええ、その島です。教団の聖地を核のゴミ置き場にしてるってのが、あのブライスって男は。もちろん高い処理費用を取ってるし、海老名もその分け前に預かるんでしょう。ただそこにハワイへ送り出す元坊たちがどう絡むのかはまだ分かっていません。ゴミ運搬の人足として使われるとしか。じゃあ結局海老名の狙いは金ってことかよ。ただこう言っちゃなんだけど、どうなんすかね、日本の核のゴミをパレカナが処理してくれるってんなら、それは大変結構な話じゃねえかって思っちまうんですが。原発のゴミは自分の国で処理するって原則あったはずだ。海老名たちはその法を破る気でいるのか。いえ、法を緩めるように根回しをするつもりです。政治家に官僚、財界は実際のところ日本中で止まっている原発を再稼働させたいし、なんだったら新しく建設して経済のカンフル剤にしたいと思ってる。その第一歩として核のゴミを処分できる仕組みは歓迎されるでしょう。例えばある日テレビで実験的に海外での処理を検討する時期に来ているなんてコメントが聞こえるようになったら、世論への根回しが始まったってことです。そして法規制の緩和につながっていく。なるほど。結果的に海老名とパレカナは合法のビジネスができるわけか。極道と怪しげな教団でなければ鵜呑みにできたのにな。偏見だったら申し訳ないが、何か裏があるようにしか見えん。そういうことだ。つまりお前はその裏ってのを探るために海老名についていると。ええ。その割にもっともらしく桐生さんの素性をバラしてなかったっけ。タタラチャンネルです。あれは渡された台本通りにやっただけだ。へえ、そうかい。極道の第二次大解散は確かに海老名の言い出した方便かもしれません。ですが
荒川真澄が生きていれば望んだはずの計画でもある。エビラの狙いが本当はよそにあるってんなら、そこにつけ入って俺が全部もらい受けます。なるほどな。その時には堂島の竜って看板も当てにできると踏んでますよ。だから俺もあなたには腹割ってみせることにしたんです。俺たちで果たした東条会と近江連合の大解散はもう元の黙阿弥になっていたのか。極道たちが腹を決めて捨て身で開いた道だったはずだ。それがたったの4年かそこらで。桐生さん、見込みが甘かったってことなのかな。日本っていう国は実は想像を超えて過去の過ちに寛容じゃなかった。だから元極道たちは立ち直る間もなく海老名に取り込まれるしかなかったんだ。いや、こんな状況になるのは何かがおかしい。俺が聞いていたあいつらの計画にはもっと勝算があった。あいつらっていうと？大解散の仕掛け人たちだ。東条会六代目堂島大吾、そして真島五郎、西島大河だ。あなた方は正しい判断をしています。なぜなら横島な心、魂、毒、それらすべてをパレカナの火は浄化できます。人の罪であれ核のゴミであれ、これからは皆さんも私のファミリーです。近い将来、あなた方の国、日本の政治家たちは新たなエネルギー政策に取り組めます。震災後止まっている原発は再稼働し、その関連産業すべてが潤うでしょう。つまりここにお集まりの皆さんはとても儲かる途方もないほどに。恐縮です、教祖様。核のゴミをお引き受けいただくこと、日本人を代表して感謝します。大臣には昨日また原発再稼働への道筋を説明してやりました。ありがとう。あなたは日本経済にとって闇へ差し込んできた一筋の光、まさに救いの神です。大っぴらにはできないでしょうが、海老名さんにも敬意を。我々とあなた方の架け橋となってくれました。それはもちろん。ありがとう、海老名さん。恐れ入ります、会長。いずれはうちも表へ出られるよう組織を改革中です。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。失礼、皆さん、時間のようだ。大切な儀式がありましてね。それでは。Good news, Overseer. What is it? We've secured the girl. She's coming in on the next boat.
And am I supposed to be impressed by this? Had you settled this sooner, I wouldn't have relied on Evina's help. If there ever comes a day where he uses this against us, it will be your last, Dwight. There won't, I swear. You have all been chosen. Father Bryce has granted you the rite of fire. Now, forsake yourself to the flames and save these lowly sinners. Keep going! Their impurities have not been fully purged. They are to be unspoiled, nothing less. You have made me very proud, my children of Palikana. Even if the world were to collapse into darkness, I'm confident your flames would light the way. まだいたのか。てめえが起きてたって何にもなりゃしねえぞ。何すまねえ、アカネさん。俺のせいで。新規癖ったらねえな。おい、このまましょぼくれて全部手遅れになろうが、そりゃ俺の知ったこっちゃねえがな。桐生一馬の期待をこれ以上裏切るんじゃねえよ。託されたんだろうがお前は。俺どうすんだ。病すまねえ、目覚めた。ならちゃっちゃと動け。ことは待っちゃくれねえぞ。はあ、
げ。ほう。ありがとうございます。おう。いや。なあ、足立さん、ちいちゃんはどこだい？はあ、さっきまでその辺にいたけどな。おい、もしかしてあいつどっかにとんずらしまったんじゃ。なんだと？どういうことだよ。だってあいつエイジがラニを狙ってることも全部承知で俺らの仲間でいたんだぞ。その裏切りが俺らにバレたわけだから逃げても不思議じゃねえ。でもちいちゃんは俺らを助けようとしてたろ。パレカナが来るって警告してくれたじゃねえか。俺らの仲間なんだってちいちゃんは。ならこれも覚えとけよ。ちいちゃんがもっと早くエイジのこと言ってくれてりゃラニは奪われなかった。花輪さんとウォンも殺されずに済んだ。気の毒だがよ、春日、トミーの言うことにも一理ある。何言ってんだ、足立さんまで早とちりだよ。ちいちゃんがとんずらなんてどうせその辺にいるんだからよ。ちいちゃん、ダメだ、繋がらねえ。千歳とか言ったか、一人で出てったみてえだぞ。今下の門から知らせがあった。ちいちゃんが？おまけにうちの拳銃を持ち出してる。はあ？手癖の悪い、どうやって隠し場所嗅ぎつけやがったんだが。やまい、ちいちゃんが出てったってのはいつだ？銃が消えてるのは今さっき分かった。女が出てったのは30分以上は前だろうな。銃を持ち出したってあいつもしかして一人でラニを取り戻そうと？マジかよ。出なきゃ銃は必要ねえ。あいつは多分エイジやパレカナのとこに乗り込むつもりだぞ。いけねえ、ちいちゃんを追いかけよう。そうなるわな。おい、追いかけるってちいちゃんがどこに行くのか分かってんのか？そうだ、何でもできそうな気分だ。
あんたたち。どうもおばちゃん。ラニをさらわれたって、アカネさんも怪我させられたとか。もうご存知だったんですね。私ってやつはどれだけ人を見る目がないんだよ。あんたたちにあの子たちを預けた途端、これか。そう言わねえでくれよ。それよりおばちゃんさ、千歳って子見なかったかい？俺らと一緒にいた。なんだい、あの子にも愛想つかされたのかい。そういえばさっきそこを歩いてったね。どこに向かって行きました？さあ、そこまでは。それに見かけてからもう随分経つよ。そうですか。千歳は今頃英二を探そうとしてるはずだ。裏切りの仕返しか、ラニを取り戻すためか。どっちにしたっていずれはあいつのところに現れる。ってことはつまり、俺らも英二のとこに行けば千歳を見つけられる。いや、それが分かりゃ苦労しねえって。三人寄れば文字の知恵ってやつだ。どうだ春日、大道寺のセーフハウスは？エイちゃんはずっとあそこにいて、花輪さんと一緒に俺らの動きを見張ってたんだ。何か手がかりを残してるかも。なるほどな。いいだろう、戻ってみるか。まだ警察がいるかもしんねえが、それでも遠巻きに見るくらいはできる。はあ。しかし俺ら、ちいちゃんがいねえだけでこんなむさ苦しい絵になるんだな。どうなんだこれ。いいんだよ、そんなことは口に出さなくったって。心も体もバッチリ。安全運転。What's with the sign? What are you staring at? What's with the sign? You're gonna regret this. かかってきやがれ。全力でかまって。Ain't a show, dipshit.
いらっしゃい。ご要望は？これでいい？ここをこうして、なかなかいい感じ。あとちょっと、これで仕上げ。よし、こいつの限界引き出せたみたい。始めるよ。念入り効果。これでいい？こんなところかな。始めるよ。交渉成立ってことで。これで前通り。また来てよ。すぐにここを離れて正解だったな。サツに捕まってたら身動き取れなくなるとこだ。花輪たちの遺体はもう運び出されてったか。何にせよこれじゃ部屋に近づくのも難しいな。一番なんて職質されただけでアウトだぜ。パスポートもねえし、もう桐生さんとか大土寺のパーにも頼れねえ。さてそれはどうでしょうね。お前ら、なんだこいつら。お忘れかもしれませんが、我々は花輪の数少ない部下です。指示を受け、急ぎ茜さんたちの専用機を手配してたんですがね。
まさかこんな事態になるとは。あそこで何があったかは室内の監視カメラ映像で把握しています。三田村英二がパレカナの内通者だったことも。そうか、花輪さんのことなんだけど。そのことでしたらあなたのせいじゃありませんよ、春日さん。三田村に気が回らなかったのは我々の落ち度です。ただでさえアウェイのハワイであるにもかかわらず十分な人員が揃っていなかった。だからパレカナにばかり気を取られ他がおろそかになった。つまり今回の任務を過小評価した上の判断ミスです。あんた。それにあなた方がいなければ我々は今も茜さんを見つけられませんでした。花輪のことを気に病む必要はありません。ありがとうよ。けどやっぱり俺に何の責任もねえとは思えねえ。だからこの始末は俺がつけるよ。あなたがそういう人だから我々も今ここにいるんです。どういうことだ。場所を変えましょうか。三田村英二という人物についてこちらで調べを入れました。何かお役に立つことがあるかもしれません。それをお伝えしたく思います。どっかにいい場所が。以前桐生さんが使っていたホテルの部屋へ。場所はご存知ですね。我々は先に行っています。大人数で目立ちたくありませんから。なかなか気遣いのできる連中じゃねえか。花輪の教育が良かったんだろうな。ああ、行こう。